まあそれはあるよね、はい、東西でな、はい、うん、タクシーの中で熱弁入りました。ガンちゃんのヒーローって誰なの？ありがとうございます。阪神タイガース大ファンでした。お、はい、でもその阪神打線をバッタバッタ三振の山を築いてた江川卓さんが僕の大ヒーローです。まあ、ずっとピッチャーに憧れてたの。あ、そうです、はい、そして近くで言うと桑田真澄さんです。高校1年生から甲子園で活躍、その道を俺も歩むんだと思って。ちょっと待ってよ、桑田と何歳違い？4つ。え、あの高卒と大卒同じ入団ですよね。ああ、その年齢の離れてます。だから4つ違い。あ、3つか。4つです。あ、4つか、はい、あ、そうだな。4学年やっぱ憧れだった。めちゃくちゃ憧れです。おー、そう、はい、もう経験コン。じゃあ江川さんはどうだったの？江川さんそんなにバッタバッタだったか。いや、なんか武尊さんによく打たれてたっていうイメージがある。でもやっぱり強いピッチャー。あ、強かった、ね、で、あのヒールアップから軽やかなしなやかなフォームでパーンという、当時のスピードガンで147-8キロがすごいかっこよかったです。で、もう表情変えずにふんふんふん、ピッチャー返しで話バーッ出たりとか、そういう事件もありましたけど。そんなしょっちゅうあったんですよ。しょっちゅう出してたわけじゃないけどね。一回やったことがえらくクローズアップされて、江川さんマウンドで話事件もあったんですよ昔。あ、そうなんですね。そういうコミカルにしながらのモノマネとかもやって。ああ当時小学生とかですか？うん、そう、小学校の時に何かで話が出たらベンチの監督コーチがお前江川かって突っ込むぐらいとか。あ、そう、やっぱそのぐらいすごかったんですね。夏場のぼせて話出る子やったんですよ。ね、お前笑顔だってコーチに言われたぐらいで。でも阪神ファンだったんですけど、やっぱ憧れは巨人の選手だったんですね。阪神打線が歯が立たなかったっていう印象ね。江川さんもで、桑田さんもですか？桑田はどうですか？桑田さんはあの PL 学園から。あ、うん、はい、だからグローブもワールドペガサス。PL 行かなかった。あ、この話していいですか？いいよ。僕は PL 学園行きたいと高校さ、あ、中学校3年生の僕の5月の誕生日に両親に伝えたんですよ、うん、PL 学園進学して桑田さんや清原さんのように甲子園に出てドラフトにかかりプロ野球選手になりますって、もう青年の主張ですよね。で、親父は分かったと、お前がそこまで言うんだったら家族はみんなでサポートするって言ってパッと顔を上げたら、母親は台所で背中を丸くして寂しそうだったんですよ。もう分からなかった、気づかなかった。で、しばらくなんかこうさへんなさへんなと思ってる時に、あっと思ったのは、僕を全寮制の学校に出すことをすごく懸念した母親がいたんですよ。嫌だったんですよ、家から出ていくことが心配でたまらなかった。ああ、そういうことか、寂しげに映ってたのはと思ったら、学校でパッと見たらバターンと倒れた私学の学校のパンフレットが落ちたところに開いてたのが大鉄高校、阪南大学高校の野球部のグラウンドだったんですよ、偶然にも。うわ、何これ。で、調べたら、あ、家から自転車で4、50分か、どうのこと。4、50分じゃん。まあまあです、まあまあです。まあまあよな、まあまあ、電車だと1時間、はい、チャリンコだと4、50分、はい、で、あ、そういうことかと思ってて、家持って帰ったら父親も母親も、あんたこの学校興味あるんかってなって、すぐに親父が隣の弁当屋のおっさんに車借りてそこまで見に行ったってことです。行ってみた時に僕がもう本当にショック受けるぐらいすげえと思って、みんな、まあ、名門だもんな、はい、名門で、もう、まあ、昔でいう大鉄、大鉄高校です、福本豊さん、土井正宏さん、はい、で、もう、うわ、ここめっちゃ強くなるチームやと思って、僕より球速いなと思うピッチャーがおられたんですよ、うん、その1球上か2球上か分からないんですけども、うん、うわ、この人に負けたくないと思った時に、家帰って俺この学校行って、うん、PL 上宮北陽広告皆倒すって言ったんですよ。で、母親めっちゃ喜んでくれました。そこからです。それで阪南大学高校に決まりました。ええー、話かな。いや、ちょっと待って、ね、あのさ、ガンちゃんと同級生の PL 学園の選手って誰？その時 PL 学園は、ま、周りの人はあんまり元気なかったって言うんですけど、野々垣がいて、お、はい、で、駒澤大学大和銀行行った松岡弘康、まあ、多分知らないと思います。野々垣ぐらいかな、プロ野球行ったの。はい、西武行ったよな。はい、はい、広島も行きましたよね。じゃあチャンスはあったんだ。あ、ありました。あの夏の大会の前に僕ら優勝候補で名前挙げてもらいました。優勝してた現実。うわ、まあまあ、例えばその春の大会とかもあるじゃない。
はい、春の大会、もう今やから言いますけども、その時の監督が僕を大阪府下の試合出さなかったんです。研究されるから、はい、奈良の学校とかとやる時に僕投げてて、ほんで大阪府下のチームと試合する時には時々もう相手チームに借りがあるから岩本5イニング投げてこい、ストレートだけ投げてこいとか、そんなんはあったんですよ。だからちょっとかっこいいんですよ。なんかお前だいぶこんななってないか。いや本当です。5イニングで、はい、13個の三振取ったみたいな、ストレートだけで。本当かよ、はい、いやこれは佐々木朗希じゃない。そう、そんな岩本君もいたんですよ。ちょっと待って、じゃあ、他の地域でやるときは、まあ、例えば天理だとか智弁だとか、智弁なんです、周りにいっぱい名門があったじゃない。ありました。で投げて勝ってた。勝ちました。負けなかったです。鳥取西甲子園常連校、21個三振取りました。すごい。いやいや高校生ってそんなんなんですよ。いやいや、そらね、レベルがやっぱ高ないとそら無理よ。なんでこんな話。いや俺ね、日本ハムでさ、ガンちゃんがこうやって横から投げてる姿を一緒にやってるから、嘘やろと思うよ。いや、ほんとほんと、そう思われるでしょ。いや、そう思うよ。いや、その後上から投げるようになって、開幕投手とか務めるようになったら、まあ納得はするけど、今の話ね、納得はするけど、このアンダースローしか見てないんだったら。そう、94年ファイターズに来れた時には僕は横投げで模索してた。その前にはイップスも1年半ってのあったりとかして、それを乗り越えて横投げにチャレンジしてる時に豊さんと会って、そういういろんな研究と模索があったので、藤波にまたそこか。そうだからもう言ってこいや。だからアドバイスの自信があるっていうのはそこなんですよ。なるほど。その時系列が、あ、自信ある。紆余曲折あった。彼もあのコントロールに困ってて、周りはイップスじゃないかと、はい、って言ってるんですよ。あれはイップスじゃないんですよ実は、はい、ちょっと改善してタイミングを合わすだけですごい球いくから。だからまあ境遇は似てるよな。高校の時バッタバッタ三振取ってて、まあ、あそこは春夏連覇してるけど、ね、すごいですよね。出てないけどね。また気も泣いてないな。下級生がやんちゃっちゃった。え、出場停止になったのか。そうです、そうです。だから僕一球も投げてないんですよ。嘘。89年の夏だ。3年の時、はい、元木大輔の時。ああ、上宮が行ったんだじゃん、はい、大越とかあの辺の、あの、ね、吉岡が優勝した時です。ああ、帝京、はい、あの時僕夏の大会の数日前に出場停止が決まって、その時にね、じゃあ入学してどこが甲子園行ったの。上宮と、うん、で強かったのは近代付属も強かったんですよ、うん、ほんで大阪近代付属は誰がいたの。近郊は誰がいたの。犬伏が1個下にいました。犬伏、はい、もうレギュラー出てました。はい、うん、はい、あと大阪はそっから言うとあんまりかな。あと大越、吉岡、東邦、山田、菊王、ほんで前田智則九州から、うん、井上和樹九州から、うん、はい、ですかね。いや甲子園行ったのは大阪で。上宮です。と、いや1個です。夏は1個です。いやいや、そりゃそうだろ。その前、春も上宮です。あ、そうなの。上宮めちゃめちゃ強かった。あ、じゃあもうそこら辺が前世だったの。前世ですね、はい、うん、で上宮やっつけれるのは岩本だって言ってくれる新聞はあったんですかね。ちょっと持ってみくみたいよね。その当時岩本違いかもわからない。いや、なんか当時はまあ145キロ出たら怪物って言われたんですよ、80年代後半。なので関西のスポーツ新聞では何回か一面載ってるんです。うん、で、かっこいい、岩本、阪南大高岩本、とうとうベールを脱ぐって書かれたから。それはあの 大阪府下の学校に投げてなかったっていうこと。それは監督の戦略なんですけどね。で、ドラフト何位だっけ。2位だっけ。2位なんですよ。1位だね。坂井光次郎さん。ああ、左ピッチャー、はい、近代、はい、受賞しました、ルーキーで、はい、